皆さんこんにちは。今日はですね、こちらのフロントフェンダーをですね、交換していきたいと思います。まあ、先輩のバイクなんですけれども、ちょっとこちらにね、ひびが入ってますので、先輩がね買った、フロントフェンダーが、中古なんですけれども程度のいいやつが、こういうふうにね届きましたので、こちらをねつけていきたいと思います。でつける前にですね、まあ細かいところを見るとですね、ちょっとなんかなんだろう、コンパウンドとかで消えるようなね、こういう本当に細かい傷ですねありますので、こちらもですね、まあこちらは比較的綺麗かもしれないですけど、まあこっちとかですね、こういった傷ですね、ちょっと気になるので、せっかくならね気持ちよくつけたいと思いますので、ちょっとね今から磨いていきたいなと思います。で、まあ今からね、磨いていくんですけれども、こういった細かい傷をですね消すのに、まあいくつかね、私は種類持ってるんですけれども、とりあえずね、ちょっとこちらの、ハード2ってやつですね、 3M のハード2ってやつ、超微粒子コンパウンドってやつですね、ノンシリコンワックスってやつと、あと最後にですね、ちょっと撥水とかねツヤ出しの効果で、和光ケミカルさんの、シェイクワックスをですね、これでちょっと仕上げていきたいなと思います。はい、今ですね、超微粒子コンパウンドをした後にですね、ワックスをね、塗り込んできました。こんな感じですね、フロントの部分と、あと、後ろ側の部分ですね、結構ピカピカになりました。これでね先輩も、テンション上げ上げで、林道を走れるんじゃないかなと思います。それではですね、ちょっとこれを置いて、古い方のねフェンダーを、取っていきたいなと思います。はい、フロントフェンダーのですね、取り外しに使う工具はですね、8ミリの、メガネだけですね。まあ、ラチェットでもいいんですけれども、こちらにフォークがありますので、まあ、振り回したりするときにね、ちょっと気を使っちゃいますので、私の場合はですね、こういう、デリケートな部分は、メガネで、はい、アプローチします。4箇所ですね。で、ある程度緩めたら、まあ、あとは手で緩めていくような感じですね。8ミリのボルトが、4箇所で止まってるだけですね。はい、4箇所ね、4つネジが外れました。これは再利用します。それで、上に、スーッと抜いてあげれば、フォークに気をつけて抜いてあげれば、こういう形で取れてくるって形ですね。はい。こんな感じですね。はい。はい、ではですね、新しいものに、交換していきたいなと思います。で、まあ、交換する前にですね、ちょっとこういったボルト汚いのと、あとこちらのね、ネジの受けの部分もちょっとギトギトになってますんで、ちょっとね、綺麗に拭いてあげたいなと思います。はい、ではですね、今、ボルトもですね、綺麗に洗いました。そして、こちらの方もですね、綺麗にしましたので、フェンダーの方をね、つけていきたいと思います。じゃあ、フロントフォークにね注意して、つけていきたいと思います。これで仮に置きたいと思います。ボルトはこのまま再利用できますね。でちょっと待ってくださいね。あれ、これってこんなにギリギリなのかな。一応これ用で買った、んですけども、ちょっとねタイヤとのクリアランスがほとんどちょっとないんで、反対かな、ちょっと反対につけてみたいと思います。こちらで、あ、反対だと全然ダメですね。やっぱり向きがあっちですね。まあギリギリって言っても別に干渉してるわけじゃないんですけど、ちょっと狭い、もともとついてたフェンダーよりも狭いので、ちょっとこれだと不安なので、そうですね、ちょっとワッシャー1枚か2枚ぐらい重ねないと、ちょっと上げないとちょっと心もとない感じしますので、そうですね、ちょっとですね、急遽、このですね、ボルトに合う、ワッシャーをですね4枚、4枚じゃないな、2枚ずつかますとして8枚ぐらいね買っていきたいと思います。ちょっとホームセンター行ってきたいと思います。はい、今ですね、ホームセンターから、帰ってきました。まあ、結果的にですね、ロングボルトを買ってですね、ダブルナットにして、ワッシャーを4枚ということで、ボルト4本と、あ、そうですね、ロングボルト4本と、ナットが、8個で、平ワッシャーが4つという組み合わせになります。
ちょっとね、隙間を考えるとちょっとワッシャでかさ上げするというよりもボルトぐらいでやらないとちょっと厳しいかなと思ったので、ちょっとそういう形でやっていきたいなと思います。はい、それではですね、取り付けをしていきたいと思います。まあ、一応こんな感じですね。ダブルナットにして、まあ、調整しながらですね、これでかさ上げしていきたいなと思います。で、まあ、つけていく前にですね、ちょっと見てみましょうかね。はい、これからねつけていきたいなと思うんですけれども、今ねつけようとしているそのフェンダーの取り付け位置ですねに対して、そのタイヤのブロックの山がね結構高くて、もともとついていたブリヂストンの、トレールウィングっていうタイヤですねよりも山があるのかな、高いので干渉しちゃうって感じですね。それではですね、ちょっとかさ上げしてつけていきたいなと思います。はい、それではですね、フロントフォークにね注意して、つけていきたいなと思います。はい、こんな感じですね。で、まあ、先ほどのナットの頭がですね、8ミリだったのに対して、今回はですねちょっとホームセンターで買ってきたそのナットがですね、ネジ系はですね同じなんですけれども、頭が10ミリに変わりますですね。これはですね、ステンレスじゃなくて、まあ、普通の、スチールナットにしました。ステンレスって結構高いですからね。はい、じゃあ、あとはですね、ちょっと細かいところはですね、ちょっと調整しながら、高さとか調整しながら、ねじ込んでいきたいなと思います。はい、今ですね、手で締め付けれるところまで締めましたので、これからですね、工具を使って、増し締めっていうか本締めしていきたいなと思います。っていう感じでですね、作業の方が完了しました。ちょっと見てみましょうかね。はい、こんな感じですね。で、まあ、一応苦肉の策で、ここをですね、ナットダブルナットにして、でここで締めてここで締めてって形で、25ミリの、ロングボルトでちょっとかさ上げしてるような感じですね。で、最初のまあ気になったこのクリアランスもですね、なんとかこういうクリアランスですね。で、後ろの方もですね、まあ一応 OK は OK なんですけど、なんだろう、この製品の特性なのかな、ちょっとちょっとしなっちゃってるような感じなので、ちょっとね木かなんかでちょっと型がちょっと歪んでるところを直して、それでですね、先輩に戻したいなと思います。はい、まあちょっと気になるね、細かい微調整なんかがあれば、ちょっとね自分で調整されるんじゃないかなと思います。まあ、以上ですね、今回は先輩のですね、フロントフェンダーを、交換しましたっていう動画になります。